おそすちはやです。マリオメーカーやっていきます。水中でスピロン。水中スピロン。4月の30日にいただきました。ありがとうございます。スピ水。スピードスイム。なるほど。全くスピラン感はないね、やっぱね。スイムだから。すげえ遅く感じるわ。これ。130秒か。まあ、泳ぐからね、ほとんど、ゆっくり進むから、敵いねえ、しかも。スピランだから、ギミック難しいよね。敵置いても、この辺プクプク置いても倒せないからな。ファイヤー状態じゃないと。頑張ってパウだもんな。さあ、左行きますが、これ行くべきは右なんですよね。あ、これ、逆に押せ。これは多分道なりに行った方が正解でしょう。これちなみに時間ギリギリ設定にはなってないはずですよね。泳ぐスピードは、かなり人それぞれだから。こうやって間抜けて泳ぐのとか結構難しいですからね。今の詰まりとかでかなり狂うんで。多分最短でクリアチェックはしてないはずなんで。時間に余裕はあるはずなんで。ゆる行きましょう。水の中だと雲は、ゴーグルつけるんだろ。しかもスキューバーダイビング的な方の。あ、嘘逆行っちゃった。いやー、積み申したか？あ、積み申した。嘘やろ？ただいま。オッケー。左に吹っ飛ばして。よし、先に進めた。これやり直しめっちゃしんどい。精神的に来る。間抜け。あー、触れちゃった。別に触れても大丈夫なんですけどね。あー、これ難しいな。普通に当たっちゃうな。さあ、跳ね。で、持って、食らって。時間大丈夫か？ちょっと怪しい感じになってきたよ。20秒19 18 17 16 15。ここ歩くしかないもんね。泳いでも歩いても変わんないよな。11 10 9 8 7 6 5 4。危ねえ。3。上当たったと思った。結構ギリギリ設定だったのか。助かった。2回横バネに当たったらもうアウトですね。3秒だから。こちら行きましょう。うささんのコースですね。ウルトラホールで全力ポケライドダッシュ自動。ダッシュ自動か。ポケモン Z 放送やってたんですけどね。3DS が壊れてしまったせいでできなくなっちゃったんですよね。せめてマリオメーカーでポケモンやります。お、入れた。そこ入れるのか。すげえな。今どうやって入ったんだ。メットは下に落ちてったはずなのに。そこでよし乗って。はカオスすぎるだろ、これ。あ、あとよし乗った。あー、よしが。よしが。痛みつけられている。しかし進む。自動は進む。またよし乗る。よし、無敵かよ。また乗るのかな？乗った。そして、なるほど、パウか。毒入りましたね。トン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 、上がっていく上がっていく。ゴール。時間ギリギリ。ウルトラホールっていうかもうデスホールでしたね。星のカービィスーパーデラックス、春風とともに。じゃあ先下だ。あー、懐かしい。これは知らない。何の曲だった？春風と共にじゃないよね。最後ポーズ決めてくれませんでしたね、カービィ。残念。マジか、これいけんのか。いけなさそうに見えるな。マンチョー、マンチョーズ。マンチョーってでもさ。
ワンチャーってあれじゃなかった？あのタオさんのちっちゃいやつじゃなかったっけ？え、これ届きます？あれ黒花ってマンチャーだったっけ？いや、これ届かないだろう。どっかに出てきても、あ、そっか、でも出てきてもどっちにしてもブラックパックだから踏めないから、ということはこれいけるんだ。いや、いける気しないけどな。マジか、しゃがみか。はっ、いや、いった、いけた。くるんくるんのタイミングがもっと早ければいけるんだ。はは、絶対いけないと思ったけどいけるんだね、これ。ビッグバウザーキャストを行きましょう。そんなでっかいのが来るのか、それともただのただただ大きくなったクッパなのか。そうだよね、普通にただただ大きくなったクッパだよな。やたら、お、これはうまい。ここはルカリオじゃなくてこっちで速攻捉えた速攻捉えちゃったよ。まあいいでしょう。昨日こうか。じゃあこっちは、こっちも同じか。あ、山根、あ、山根さんって、あー、山根さん、山根さんだよね。かき消されるんだね、知らなかったわ。ファイヤーマリアの方が強いんだ。まさかの海面想定外、完全想定外の海面が来た。あー、あそこメットかぶれるんだね。もう一回降りちゃったからこのまま行きますけど。イカ、トゥルーパー、スプラトゥーン、スプラトゥーン、スプラトゥーン、あぶね。え、なんもねえじゃん。あ、あった、よかった。そろそろクッパ戦がありそうな予感。あー、あぶねえ、メットにファイヤー取られるとこだった。これ多分またファイヤーだな、じゃなくて海面だな。ですね、繋がってんね、これね。あ、出てくるかな。あ、出てきた。あ、やべえ、取られてた。ここにいてメットってかぶれるんだっけ。来た、オッケー。そうなんですよね、初代持てないけど降ってくるやつはかぶれるんですよね。これが強いんだ、見ての通りなんですよ。全然クッパと対峙しないぞ、でもいいのかこれ。あ、また多分これ海面だよね。ですよね、中間。いいのか、ただ泳いでるだけだよ今んとこ何もしないよ。決戦なくていいのか。でっかいクッパ一匹しかいないのかな。 BGM に癒される。さあ、だいぶ同じことの繰り返しを続けてきましたが、この辺の地上ステージも全然難しくないしな。3分の2中間が見えましたねこれ経由させた意味ほとんどねえぞあ、なるほど、あれ被るべきだったかもね。切り替わったってことは捉えてしまったな。でも出てくるかな。 OK、 多分待ってればまた出てきますね、画面外に消えてしまえば。あー、ダメだ、下であのカチャカチャ音がしてたんで必殺技使いますね。リロード弾の再装填、弾の再装填ではなくてもう一度やり直すという意味でのリロード。なるほど。あー、倒せない、倒しきれない。クソ、ジュニアまで来たか。ジュニアしてやろうと思ったのに。やべ、ジュニアがいっぱいいる、ジュニアいっぱいいる。来た。ぜっ。あ、そうか、ジュニアはできないんだ。ジュニアは地にできないんだったな、そういえば。でしょうがねえ。クッパ大王様だけで勘弁してやるか。お、かぶれた。普通に処理がむずい。あー、取れた。かぶ、速攻だ。ちょいちょいちょい、死ぬ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 。これ落ち着いて食らってファイヤー取りましょう。危ねえ、食らうけどもかぶり直して OK。 そうだよね、この状態だったらできないけど、
通常のジュニア状態だったらいけるんだよ。こいつは仕事しすぎだろ。どんだけずっと転がってんだよ。ふむ、わかった。もうジュニア一回処理するわ。ジュニア処理隊。わ、こいつ鬱陶しいな。オッケー、オッケー、ジュニア処理完了いたしました。もう一個来る。オッケー、どんどんって倒して、これ倒して、これ倒して、よし来た。あとはもうクッパを地にするだけですね。これダメだな、クッパもう、あー縮小取られた。あー取っちゃった。クッパ自衛作戦失敗。さあタスやって終わりますか。まるまるタス。またタイミングが難しいやつだな。よいしょかわいそうに。はっ、こんなもんか。いやー惜しい。それでも遅いのか。ワンチャンなんか壁当てでもいけそうな雰囲気。オッケー。まるまるの場合はタイミングがかなり早いんですね。最高到達点に着く前にもうタス入力してないとダメみたい。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。